皆さんこんにちは、山下です。12月ももう2週間ぐらい経とうとしてるんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今月からちょっとテイストを変えていきたいなと思ってまして、購入品紹介をメインにこうやってラジオ配信をしていけたらなと思っております。毎月の振り返りとかはね、ちょっとタイムリーにインスタとかでできたらなと思っているので、そっちの SNS のチェックもぜひよろしくお願いします。早速では11月に買ったものを紹介していきたいなと思うんですけれども、11月末から Amazon のブラックフライデーのセールがあったので、そこで結構大量にいろいろと買いまして、それを根掘り葉掘り紹介していきたいなと思っています。では早速行ってみましょう。いつも Amazon で買うものは割と日用品とかそういう類のものが多いんですけれども、あとは米のおもちゃだったりとか調理器具とかもよく Amazon で買ってるんですけれども、まずはそうですね、日用品から紹介していきたいなと思います。まずはこちらですね、サラヤさんのヤシの実洗剤と洗濯洗剤とあとは柔軟剤を購入しました。洗濯洗剤と柔軟剤に関しては2個セットになってて、もうAmazonのセール以上に安いところを見たことがないので、もうほとんどAmazonでこちらたちは購入しております。このサラヤさんのヤシの実シリーズは肌にも環境にも優しくて、初期用洗剤なんか本当に手荒れをほぼしなくなったので、ずっと使い続けたいなとは思っております。この柔軟剤に関しては無香料なので、僕は自分でアロマを調合して香り付けをしております。オレンジとシダーウッドをずっと使ってるんですけれども、自分の好きな香りを調合してオリジナルの柔軟剤を作るのも楽しいので、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。続きましても我が家のスタメンになります、こちらも環境に配慮したシャボン玉さんシリーズの洗濯槽クリーナーと、あとは酸素系の漂白剤です。この漂白剤は洗濯物にも使ってますし、あとは食器の漂白とか布巾の漂白とかいろんなものに使えるのですごくおすすめです。洗濯槽クリーナーは2ヶ月に1回、多くて月に1回くらいやってるので、このまとめ買いで3つセットになってるのはすごく助かっております。次がですね、最近友達のお母さんに教えてもらってめちゃくちゃ良かったんで大容量を買ったんですけれども、にがりフレークっていう入浴剤ですね。これがもう本当に体の芯から温まるので、僕は感動してこの 3.5 キロを購入しました。1回に使うのが 40g ぐらいなので、 3.5 キロってことはもう80回90回分ぐらい入ってて、これで確か2000円ぐらいだったんですけど、2,000〜3,000円かな、これはでもセール対象外だったんですが、すごいおすすめなのでみんなにも使ってほしいなと思っています。いろんなサイズがあって、僕は小さいサイズを仲良しのお友達にプレゼントしたいなと思って2個買いました。追い炊きとかはちょっと怖いからやってないですし、匂いもついてないので、またアロマを垂らしたりとか他の入浴剤を混ぜたりとかして僕は使っております。寒い季節にこれに出会えてよかったなっていうぐらい温まるし、睡眠の質がすごい上がるので、皆さんぜひぜひ買ってみてほしいなと思っております。続きましてはこちらのクッキー型26個セットを購入しました。これもすごくお得で2000円しなかったんですけれども、米のクッキーを作ったりとか、ちょっとクリスマス前に人間用の米粉のクッキーとかも作ってみようかなと思って購入しました。作るのが楽しみです。そしてブルーノのカセットコンロを購入しました。こちらは本当に可愛くてずっと欲しかったんですけれども、なんかいまいちタイミングがつかめなくて、で今回安くなってたんで、わあもう今年買うしかないなと思って購入しちゃいました。
絶対にお鍋の時間が楽しくなること間違いなしなので、使うのが今からワクワクしております。ここからは米ちゃんグッズを紹介していきたいなと思います。まず左からコーヒーの木かもおもちゃですね。で、真ん中がこれからの季節ちょっと静電気が発生しちゃうので、そちらを抑制するためにもグルーミングスプレーを購入しました。そして一番右がたい焼きのプピプピなるおもちゃを購入しております。米はこういうゴム製の音が鳴るやつがめちゃくちゃ大好きなので、もう狂ったように遊ぶんですけれども、だいたい5分ぐらいしか持たないのでめちゃくちゃコスパが悪いんですよね。だからこうやって安くなってる時に買ってプレゼントしてあげるんですけれども、まあ今回は10分ぐらい持ったのかな。だからまあまあ良かったなと思っております。続きましてはこちらです。米用のキャリーバッグを購入しました。カクカクしかじか、今年の年末は新幹線で帰ることになりまして、で、新幹線ってワンちゃんを3辺の長さが120センチ以内のバッグに入れなきゃいけないみたいで、だからそれを急いで購入したんですけれども、コメちゃんはお出かけは好きだけど縛られたりするのがすっごい嫌いなので、ちょっと僕らも心配してるんですが、早めに買って鳴らせよう大作戦ということで、今徐々にこのバッグは楽しいものなんだよっていうのを教えてるというか、覚えてもらってるところです。コメちゃんグッズ最後はこちらです。マイラペットさんのクッションベッドを購入しました。これは2代目になります。1代目がコメが我が家にやってきてからもうほぼ2年ずっと使い続けてるんですけれども、どこに行くにも何をするにもこのクッションベッドさえ持って行ってればめちゃくちゃ落ち着いて眠っててくれるから、きっと一生これは使い続けるんだろうなと思ってはいるんですけれども、やっぱ2年経つとボロボロになっちゃうんですね。新しい時ってこんなふわふわだったんだってちょっと驚きました。コメもめちゃめちゃ気持ちよさそうに眠ってるので、今回買い替えてよかったなと思っております。前まで使ってたやつはせっかくクッションの綿とかもこの間入れ替えたところなので、あれはあれで捨てるのはもったいないんで車用で使おうかなと思っております。そして年明けに新しい車がやってくるので、それ用の充電器やら、あとはアロマディフューザーを購入しました。このディフューザーには集中力の低下とか、あとイライラした時に効果があるサイプレスっていうアロマを使おうかなと思って、そのアロマも合わせて準備したんですけれども、早く使いたいなってすごくワクワクしています。最後に紹介するのはこちらです。ストレッチ用ポールを購入しました。こちらは友達の家で使わせてもらった時にすごく感動したので、今回のセールでも購入したんですけれども、ただこの上に寝るだけで肩甲骨がめちゃくちゃ開いてとってもすっきりするので、仕事の休憩中とか、あと夜寝る前だったりとかに、ただただこの上に寝転がって使ってます。あとは筋トレだったりとか、肩甲骨だけじゃなくていろんな部位もストレッチすることができるので、これは買ってよかったなと思うアイテムになっております。ぜひ試してみてほしいです。ということで、今回の Amazon のセールで買った購入品紹介はここら辺で終わりたいなと思います。皆様いかがだったでしょうか。11月は家族旅行に行ったりとか、あとは友達の愛犬のおいもちゃんが遊びに来てくれたりとか、あとはいろんな友達がうちに遊びに来てくれたりとか、すごく充実した1ヶ月を過ごしたなと思っております。12月に突入して、今年も残すところあと半月くらいになったんですけれども、大掃除をしたり、あとはクリスマスを楽しんだり、そして年末年始までに仕事を終わらせたり、バタバタとしてくるとは思うんですけれども、どんどん寒くなる中でインフルエンザとかもすごく流行ってるみたいなので、どうか風邪やインフルエンザかからないように暖かくして、無理せず睡眠時間をよくとって、
毎日過ごしていければなと思っています。皆様もくれぐれもご自愛くださいませ。もうここから年末までは本当にあっという間に駆け抜けていくしかないと思うので、嫌でも毎日充実するとは思うんですけれども、その中で大切なことを見失わずに毎日丁寧に生きていければなと思っております。もしよかったらチャンネル登録や高評価、あとはコメントもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。 SNS のフォローなどなどもぜひぜひお願いします。ではでは、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。